ああ。父さん、どうしてあなたは俺を選んだ？それどころか、俺よりもニコラの方を気に入っていたんじゃないかと。あなたが最後に選んだのは俺だった。お前がこのファルツォーネを背負えと、血の定めを守れとあなたは言った。俺は未熟だ。心を殺して平静を装うのが精一杯。ニコラのような余裕なんてない。父さんにもニコラにも俺は遠く及ばない。それは、自分自身が誰よりもよく知っている。秘密結社としてのファルツォーネが隠し続けてきた秘密。俺たちが守るべきもの。そのための鍵。そのために貫かれてきた純血主義。俺の代で全てを無に帰すわけにはいかない。俺は、この使命を守り抜く。ファルツォーネファミリーを守る。そのためなら、俺はいくらでも冷酷になる。リリアーナ・アドルナート。俺を見ていたのか。いつから。彼女が少しでも自由であるように、俺たちに関わらず生きていけるように。無視して帰るのもわざとらしい。挨拶くらいした方がいいか。何を話せばいいんだ。
気の利いた挨拶を思いつくまで彼女が待っていてくれるといいが。我らの父よ、あなたの慈しみに感謝して私たちは今日の食事をいただきます。ここに用意されたものを祝福し、私たちの心と体を支える今日の糧としてください。じゃないけど、ジャーは来たばかりだからここでの食事にまだ慣れないの。好き嫌いしてるのよ。ラウラだって朝ごはんがコルネットやカプチーノだったらいいのにって言ってたじゃんか。だってその方が大人って感じがするもん。ありがとう、リリー。私、あなたに食べてもらうのがとっても好きなの。いつもいつもすごく美味しそうに食べてくれるんだもの。でも、お菓子作りはあなたの方がずっと上手よね。また教えてくれる？ねえねえお姉ちゃん、朝ごはんの後、本を読んでくれる？私も聞きたい！読んで読んで！皆さん、今は食事中ですよ。もう少し静かにいただきましょう。主への感謝を忘れずに。ね。はい。大丈夫。お姉ちゃん、今のところもう一回読んで。もう一回。うん。だって天使様ってかっこいいし。ねえねえお姉ちゃん、この教会にも天使様の伝説があるって本当？
ごい。それは。今あなたが話していたのはこの町に伝わる神託の話ですか？もっと詳しく教えてほしい。天使が神託を誰に授けたのか聞いたことは？知らないなら。ねえお姉ちゃん、本の続きは？ねえリリーお姉ちゃん、聞いてもいい？このお話って本当のことなの？僕ね、ずっと不思議だったんだ。神様がいるならどうしてみんな幸せになれないの？どうして？僕はパパもママもいないんだよ。それがお姉ちゃんの幸せ？そっか、僕にもたくさんのお姉ちゃんとお兄ちゃんがいてくれるんだよね。教会のみんなは僕の家族なんだ。じゃあ僕のことを幸せにできるのは神様じゃなくて僕なの？じゃあ僕のことを幸せにできるのは神様じゃなくて僕なの？お姉ちゃんの言ってることは難しくてわからないことだらけだけど、でも僕少しだけ
わかったかも。うん、ありがとう、お姉ちゃん。リリー、少し話せますか？実はあなたにお願いしたいことがあるのです。明日の炊き出しでお菓子も一緒に配る予定だったでしょ。先ほど材料を確かめてみたのですが、少し足りないようで。ええ、お願いします。でもごめんなさいね。せっかく子供たちの相手をしてくれていたのに、お使いを頼んでしまって。あら、分かってしまいますか？ありがとう。あなたは本当に優しい子ですね。ストラノの方々も炊き出しを心から楽しみにしてくれていると思いますよ。あなたのお菓子はいつも評判が良いですから。残念だけど仕方ないよね。お姉ちゃん、いいな、お出かけできて。僕も外で遊びたい。あら、遊びに行くわけではありませんよ。教会の外には危険もありますからね。ねえねえ、もし街でマフィアと会ったらどうすればいいの？目を合わせないようにするとか？いいえ、きちんと挨拶なさい。特にファルツォーネは古くから礼儀と信仰を重んじる方々ですからね。ではみんなで彼女を見送りましょう。それから本の続きは私が。ありがとう、シスター。いってらっしゃい、お姉ちゃん。気をつけてね。ボンジョルノ、リリー、元気かい？朝からあんたに会えるとは幸運だ。わしらもいい一日を過ごせそうだよ。そうだよ、毎日お祈りに来るのが習慣になってしまっているからね。あんたはどこか出かけるのかい？そりゃ楽しみだ。あんたのお菓子はわしらも大好物じゃからな。教会で育ったあんたが大人になった今、教会を支える一人になって、そんな風に生まれ育った場所を大切にできるのは素敵なことだね。最近の若い者はすぐにふるさとを捨てていってしまうからの。
みんな都会に憧れがあるのかね。おや、あんたも外に行きたいのかい？でもね、あんたは外に出て行ってもきっとすぐこの町に戻ってくるよ。お、そうだ。アルカを出るならよく気をつけるんだよ。ベレーノの方には一人で行かないようにね。いいかい？おいや、そうかい？ああ、行っておいで。シニョリーナ、少しいいかい？些細なことが気になったものだから、もしや君はカジノに興味があるのかと。満点の回答だ。そうとも、君のような女性はこんな幕府に足を踏み入れるべきではないよ。いや、違わない。私たちが言葉を交わすのは初めてだよ。しかしながら、立ち居振る舞いを見るだけで、その人の在り方は大方予想がつくものだ。君は賭博場など関わらない方がいい。賭け事では所詮、真に価値のあるものなど手に入れようがないのだから。
気をつけろ。ちょっと待てロピー、今のはお前からぶつかっただろう。リリーは悪かねえよ、謝れ。繰り返しますが、俺はロベルトです。変な愛称で呼ばないでください。お前なあ。ったく、いい子だな本当に。感謝しろよロピー。なんだ。はい、どうぞ。ニコラ・フランチェスカ！マフィアの分際で、よくもこの通りに顔を出せたものだな。僕がどこで何をしていようと、君には関係ないと思うけど。なめているのか？ここは書の目と鼻の先だぞ。だから、僕はそこでコーヒーを飲んでいただけ。それだけで僕を捕まえる理由になるとでも。あのバールのエスプレッソは絶品でね、たまにどうしても立ち寄りたくなるんだ。どうしてお前が止めに入る。市民の声は受け取った。検討する。ったく、やれやれだな。じゃあ俺もそろそろ署に戻る。リリー、何か困ったことがあればいつでも相談に乗るからな。まあ、あるかでもめ事なんぞ、そうそう怒らねえだろうが。いざって時は遠慮すんなよ。お前とも長い付き合いだからな。それに女子供には優しくするのが俺の流儀さ。それにしてもたくさん買ったね。教会まで送るよ。ん？意外な質問だな。悪いと言い切れるほど親しいわけじゃないよ。いつもはあんなに突っかかってこないし、今日は虫の居所が悪かったのかな。彼も人間だからね。
役に立てたならよかった。君のその笑顔が何よりの報酬だよ。じゃあ気をつけてね。さっきまで外に出ていたんだけど、警察署の前の通りであの子に会ったよ。そうか。あれ、ダンテ興味ないの？何も変わりはなかったんだろう。だったら俺が気にすることはない。まあそうか、何もなかったといえばなかったかな。ちょっと刑事に絡まれていたくらいで。なんだって？ちょっとだよ、ちょっと。ダンテが気にするようなことじゃない。だが教会から明日はストラノ地区で定例の炊き出しを行う連絡が来ているよ。彼女も参加するだろうけど、それも心配？ダンテもこっそり様子を見に行ってみる？俺はファルツォーネのカポなんだ。そんな真似はしない。うん、そうだね。だがストラノは治安が悪い。万一に備えて何人か護衛をつけておけ。目立たないようにな。やっぱり心配なんだ。違う、俺はカポとして合理的な判断を下しているだけだ。合理的ね。あの子はファルツォーネにとってとても重要な人物だけど、彼女はその存在だけでダンテを使命に縛り付けてしまう。あまり近づけたくはないな。僕はダンテを使命という重責から解放してあげないといけないから。君は ああ、知っていたよ。私はあまり礼拝に来ない人間だけれど、君の姿は何度か見かけていたから。謝るようなことではないよ。私もこれまではただ見ているだけで挨拶もしなかったのだから。少し確かめたくて。
君も。待ってくれ、シニョリーナ。ああ、もしよければだけれど、また明日会いに来てもいいだろうか。お互いのことを話しながら散歩でもどうかな。君が迷惑でなければだが。グラッツェ、君のように可憐なことデートできるなんて光栄だ。では明日またここで会おう。おかえりなさい。黙れ、頭に響く。だってヤンが帰ってきて嬉しいんだもん。黙れ。ひどい。ガキはもう寝ろ。くだらんおしゃべりに付き合う気はない。じゃあ報告はどうしたらいい？明日の朝にする？言ってみろ。例のブツについて調べてみたよ。ヤンの読み通り、あちこちに広がってるね。そうそう、ベレーノとストラノが中心だけど、それ以外にもゆっくり浸透してる感じよ。では噂になるのも早いか。多分ね。でどうするの、ヤン？放っておけ。今はまだ無視しろ。面白くなる頃合いまで泳がせて、それから決める。やんらしいね。風向きが変わろうとしている。崩すのはたやすい。何より積み上げるより手間がない。ファルツォーネとビスコンティは独自と分かっていても食らう以外の選択肢がない。ようやく楽しい遊びが始まるか。しかし何かと面倒な男だな、あのゲーカは。